ジョン・フィリップ・ライネッカーは、アメリカ合衆国入りの異衆戦レア軍、ベルビル出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1998年の MLB ドラフト30巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は入団しなかった。2001年の MLB ドラフト1巡目追保で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。年月日に、 テキサスレンジャーズとシカゴカブスを含んだ三角トレードでレンジャーズへ移籍した。開幕は参加のトリプル A 級オクラホマレッドホークスで迎え、4月22日のタンパベイデビルレイズ戦にて先発でメジャーデビュー。この年は先発とリリーフを両方こなすスイングマンとして起用され、21試合に登板して4勝6敗、防御率5.86、28奪三振を記録した。 2007年は23試合に登板して4勝3敗、防御率5.36、40奪三振を記録した。2008年は強格出口症候群によりマイナーでリハビリ登板での2試合のみに終わった。5月には肩の手術を行っている。オフには FA となり、以後どの球団にも所属しなかったため、この年が現役最後のシーズンとなった。 2017年7月18日、ミズーリ州セントルイスの自宅で亡くなったと報じられた。後に、死因は、アルコールとヘロインの摂取であるとわかった。ありがとうございます。